えー、後輩との接し方についてです。アドバイスするとプライドが高くていけないです。かといって放っておくとかなりミスをします。どうしたらいいですかえっと、あの、自分、そのミスをすることによるマイナスが多分発生していないので、あの、これ以上ミスを続けるのであれば給料が下がりますよっていうので、要はその、ミスをしてあなたが怒る。でも、後輩自体は実は怒られるだけで損をしてないっていう状態なので、後輩がその成長する理由がないんですよね。 なので、あの、ミスが続くようだったら給料下がるっていう後輩がちゃんと困る状況を作ると、その後輩もじゃあ頑張って、あの、覚えなきゃいけないよねってなると思うので、ちゃんとあの、後輩が困るようにした方がいいと思います。あの、人によっては、その、怒られるということが、その、デメリットであるというふうに感じる人が多いんですけど、怒られるのが苦手な人は。で、僕、その小学校の頃から毎日のように怒られてたので、 あの、怒られるということは別にデメリットではなくて、なんかあの、一生懸命騒いで、こう言う、なんかこう大きな声で喋ってる人がいるんだけど、その人が喋ってるのを聞いてるだけで時給が発生するから全然大丈夫だよねっていう感覚なんですよ。要はその、怒られてる最中は時給が発生しませんとかになると、おそれは困るなってなるんですけど、別になんかこう、じゃあ30分怒られましたって言っても、じゃあ時給1000円だと、あ、これ話聞いてるだけで俺500円もらえたから、マイバーっあ、全然もう喋ってていいっすよ、みたいな。 っていう感じになっちゃうので、なのでその、怒られ慣れしてるという人が世の中にいるっていうのを、あの、意識してください。 えー、事務仕事がよくできる後輩がいるのですが、すごく苦手です。現場で一緒に動いていると、事務ばっかりで全体を手伝う気がありません。現場採用なので、事務も大事ですが、利用者が最優先だと思いを伝えても行動は変わかりません。後輩の周りは評価が高く、自分がずれてるのかもしれません。上もあまり強く言わないので、期待できないです。私は今後、どんな立ち位置で仕事をしてるんでしょうか周りを見ることができてないんでしょうかはい。えっ、ー、と、愛ちゃんさんが周りを見ることができていません。今日はその、現場第一である。 ジムは後回しで良いと、愛ちゃんさんは思い込んでいるのですが、会社の別の人はジムも大事だよねと思っています。なので、後輩が考えを変えるべきではなく、愛ちゃんさんが考えを変えた方が良いと思います。<laughs> ではその、周りがどう思うかが重要であって、自分がどう思うかというのは後回しなんですよ。あの、組織で動く場合は。 なので、その現場第一だと、愛ちゃんさんは思い込んでるんですけど、組織の他の人は、自分もちゃんとやってる人が大事だよねと思っているということなので、その組織で仲良くなるためであれば、そこの上司だったり、周りに合わせた方がいいんじゃないかなと思いますけど。 えー、こんにちは。古卒25歳男。上場企業で自動生産エンジニアをしています。後輩が無能で勤務態度も悪いです。彼の教育を命じられていますが、これ以上教育というなリソース像を彼に咲くの問題に感じます。辞めさせたり飛ばしたりしたいのですが、良いではありませんか昇進してみたいので彼が、えっ、ー、と、私が転職する気はないです。と、教育してるという感じで頑張ってる感を演出し続けて何にもしないでください。 ではそ,のその人にリソースを割くのが無駄なんですけど、ただ教育をしろという上司の命令に従わなかった場合、それはマイナスなんですよ。なので、言われたことはちゃんとやって教えてはいるんですけど、やっぱりこいつが無能なんてできないんですけどずっと頑張っていますっていうので、その言われたことはやってますアピールだけはしといてください。で、その教育にリソースを使わないっていうのであれば問題ないんじゃないかなと思います。 3年目と8年目の後輩がいます。仕事を丁寧に教えてるつもりですが、全く覚えが悪すぎて困ってます。まあ、そういうもんですよ、人間って。あの、教えた通りできる人の方が少ないので、人間そんなもんでやると思ってやるといいんじゃないかなと思います。ただ、その覚えが悪いせいで、それが自分のせいにならないように、うまく立ち回ってください。いや、あの、僕無理なんで、ちょっと直接教えてもらっていいですかって言って、上司の人も一応、その、 その人に教えるっていうのをやってもらって、上司もあ、あこいつらダメだってなってれば、別にその自分のせいにはならないので、そこら辺のそのなんか、うまく逃げる生き方っていうのも、やっといた方がいいんじゃないかなと思いますけど、え大学1回生です。高校の頃、ある部活の強豪校で毎日部活をしていました。その部活の1個下の後輩で目を合わしてもお互い会話しないやつがいました。本当に一度も喋ったことがないレベルで、毎日そいつを見るだけで気分悪くしていました。そしてまさかその後輩が僕と一緒の大学に来ることになりました。 部活はもちろん一緒で最悪な勤務で3年間どう過ごせばよいでしょうか声かけたら <laughs> えっと、お互い会話しないということは、多分、あなたも会話をしない原因があるんですよ。<laughs> で、あの、先輩が声かけて来ないから、あの、きっと嫌われてるんだろう。だから声をかけるのやめようってなってるので、あの、先輩としてまず声をかけてみてください。<laughs> なので、その相手は悪意を持ってるんじゃなくて、あなたが悪意を持ってると、その相手の方は思ってらっしゃるんじゃないでしょうか。はい。なので、あの、普通にコミュニケーション取ればいいと思います。で、あの、1対1で何かあるとめんどくさいので、あの、飲み会とかでそういう暴露話っていう感じで、そのサークル内の笑い話でやってみるもいいと思いますよ。その、高校の時に何年間もしちゃったんだけど、実はこいつと一回も話したことないんだよね、みたいなことを、えー、なんでっていうので、笑い話として周りが受け入れてくれるじゃないですか。 そういう感じで、コミュニケーションするといいんじゃないかなと思います。えっと、職場にエメリーエンコヒョードルに似ている威圧的な後輩がいます。順調に昇進していたのですが、己の力量を過信しようを辞め、ベンチャーを立ち上げようとしているようです。学生時代からの付き合いもあり、ある程度の十万ので、退職宣にアドバイスができればと思っているんですが、おせっかいだと暴力を受けるのではないかと恐れています。的確な内容でと表現で伝えられたものですが、どのようにすればいいでしょうか。えっと、今の会社にいたままベンチャー企業をやればいいんじゃないの。 そのまあ、どんな会社か知らんけど、あの例えばその、どんな会社でも9時5時で帰りたいって言えば帰れるんですよ、9時5時でサービス残業しないんだったら給料を下げるとか、そのクビにするっていうのって、大手企業だったら不可能なんですよ。まあ、そこら辺あの あの労働基準法とかあの労基の人に相談してもらえば分かるんですけどなので9時5時で働いてそれ以外の時間をベンチャーに使うっていうのを3か月だけガチでやってみてそれでベンチャーの方がうまくいきそうだったらその時に改めて転職するかもしくはうつ病になるっていうパターンがありますあのうつ病になるとうつ病の診断書をまずそのなんかあのカウンセラーのとこ行ってもらいますと。 で、そうすると、あの、うつ病なんで働けませんっていう診断書があって、で、そうすると最長6ヶ月間休めるんですけど、その給料の6割ぐらいもらえるんですよ。で、その、 うつ病が治った後は職場に必ず復帰させなきゃいけないんですよ。要は、うつ病だからって言って首にすると、あの、また労働基準監督書が出てきちゃうので。なので、そのうつ病の診断書をもらって、その6ヶ月間の休業っていう形にして、その間ベンチャーにずっと働き続けると。無給でね。そこで給料もらうと、あの、副業の問題とか働けるじゃんっていう問題になっちゃうので、自分で建てた会社で3ヶ月間無給で働き続けて、その結果、うまくいくんだったら、じゃあ改めてうつ病を治りました。 でも退職しますってやるかやっぱり駄目だったわって言ってその大企業に戻るかっていうのを決めればいいんじゃないでしょうか。はい え、職場でとにかく貧乏苦情を引くタイプですが、何か嫌らそういや意見の交わし合いの際、鮮烈な言葉を聞くとまず驚きを受け止め、なぜそんなことを言われているのか、考えている間にタイミングを逃します。身に覚えのないぬるぎのを含めて八つ当たり文句を言います。人間推しになっており、だいぶ深呼吸しにくいです。働かないと生活できません。ただこのままでおかしくなりそうで、賢くずるい方々と渡れる国はどうしたらいいのでしょうか。人付き合いが苦手すぎます。えっと、あの、口頭で何かをしようとするのをやめた方がいいです。向いてないことをやらない方がいいです。 なので、基本的にはその何か返事をするときはメールで返すとか、テキストで返すとか、その文章で返すという癖をつけてください。 その思ったことがあった時に口頭でその場で寄ってしまうと口頭で返されてしまって、で、それであっちのそのペースに飲まれてしまうっていうのがあると思うんですけど、思ったことがあったとしても一回自分のデスクに帰って、で、そこでそのなんかメールだったりとかスラックだったりで書いてっていうのをやると、そうするとその冷静に時間をかけて返事ができるっていうのがあるので、なのでそのやり、メッセージのやり取りをする際に自分の得意な手段でやるっていうのは意識した方がいいんじゃないかなと思います。 なので、あの、口頭が話すのが得意な人ってよく電話を使いがちなんですけど、まあ、電話得意じゃない人の場合はそのメールで返すっていうので、そのメールの上で、あの、やり取りをするっていう自分の得意な分野でやるようにした方がいいんじゃないかなと思います。